こんにちは、風道でございます。今日はですね、新コンテンツ風道の食レポコーナーということで、大得な動画になりそうですけどもね、まあちょっと進めていきたいと思うんですけどもね、今回紹介したいのはね、こちら、じゃん、ローソンのタコわさびね。これこの間ね、ちょっと代わりに仕事帰りによってね、うまそうだなと思って買ったんですけど、ちょっとね、想像を絶する美味しさだったんでね、これぜひね、ここで皆様に紹介してね、お酒のおつまみにでもね、夜のおかずにでもね、使っていただきたいなと思うんですけどもね、早速どんなもんか食べていきたいと思います。実食開始でございますね。まずね、これ見た目ね、これだけちょっと見るとね、これだけ見るとほら、ちょっと気持ち悪いでしょ。なんかね、海釣りのね、餌みたいでね、ちょっと気持ち悪いんですけど、ところがどっこいね、これを食べたいと思います。早速いただきたいと思いますね。これ中にね、まあタコとイカも入ってるのかな、これタコだけかな、あと昆布も入ってたりしてね、かなり歯ごたえもあって美味しいんですよね。でちょっとピリ辛でね、辛いの好きな人にはお酒も進んで美味しいんじゃないかなと思います。早速いただきたいと思います。あ、はい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 、あーあー、ちょっと辛みがね、後から遅れてくる感じでね、思ったよりもね、ピリ辛です。思ったよりピリ辛なんですけど、これがまた美味しいですね。あー美味しい、このね、あーバッとね、体がちょっと熱くなるぐらいのね、ピリ辛で、ちょっと伝わんないかもしれないですけどね、この鼻から抜けていくね、母なる大地のね、海の恵み、これを強く感じることができますね。こちらのね、昆布の方、こちらもちょっといただきたいと思います。昆布だよね、これね。あー、なるほど、これもね、かなり歯ごたえがあってコリコリして、あー、ピリ辛で美味しいですね。うん、うわーっと、やっぱりね、タコワサといったらね、もうしょうがないね、もうこれしかないよね。すいません、なんかね、しょうがないですよ、これもうお仕事なんでね。うっと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 、あー、オッケー、すいません、なんかね、乾杯。幸せの瞬間ね。俺今日ね、実はこれ仕事前なんですけどね、しょうがない。うん、おいしい。これね、お酒にもよく合いますけどもね、それ以外のね、もう一つの、俺のおすすめの食べ方があるんで、ぜひね、これを皆様にやっていただきたいなと思います。なんとね、これおにぎりなんですけどもね、何の変哲もない塩にぎりかななんですけど、これね、海苔がついてたりね、具が入ってるやつはね、邪道ですね。まあそれは下道の食べ方なんで、このね、オーソドックスなね、塩にぎり、これをね、ワンセットに、まあ、これ一応タコわさびローソン製なんでね、ブランドはローソンで統一した方がいいと思います。というわけで、これを早速ね、開封してね、でね、贅沢な食べ方はね、もうまずね、この素材を楽しむという意味で、これをまずね、一口、うん、あー美味しい。で、ここにちょっとくぼみができますよね、かじった後ね。ここにこのタコわさびをね、ふんだんに乗せるわけですよ。
こんなねちょびっと乗せてもしょうがないですよね。もう男たるもんね、こんなドカッと乗せないとね、やっぱ漁師飯ですから、基本的にこういうのね、こう乗せます。こんだけ乗せてね、これを一気にかじりつくんですよ、この幸せね。すいません、いただきます。うわもう大地と海の恵みですよ、これ見えます？ちょっとね、感動して泣いてますわ。すいません、これは美味しい。ごちそうさまでした。これはまさにですね、海と大地と俺、海と大地の交響組曲ですね。それを指揮をする私でございます。なんという美味しさでしょうかっていうね、ことで、これぜひ皆様にね一回食べてもらいたいなと思いますね。ローソンで2パックでね、198円ってお手頃な値段でね、いやーこれは美味しい。俺普段ねお酒飲まないんですけど、これはねお酒も進みますね、やっぱりね。美味しいわ。ね、ちゃんとノンアルコールですからね。この後お仕事なんでね。というわけでね、こう気分だけでもね味わえるし、先ほどみたいにねおにぎりの上にねバンのけてガーン食うとね、もうブワーってね、ちょっと辛さでね涙が出てくるんですけどね。まあそれがまた美味しいってことで、ぜひ皆様もこのタコわさび、この動画見たら食べたくなったでしょ。ぜひねお近くのコンビニに、ローソンに駆け込んでみてはいかがかなと思います。というわけで以上、風道が現場からお送りいたしました。ありがとうございました。